どうも、なにわ男子でーす。ということで、本日0時12分からメンズ校最終号が放送されます。12話なんと、もうメンズ校最終話となりました。早いよ。早いなー。あっという間ね。あっという間でした。早かったよ。舞台はね、あの2年後に。そうですよ。11話の2年後に移動しまして、僕たちだから、あの3年生。最高学年よ。あっ、トゥデイズ。やって、大橋さんは。あれ、藤木さん。藤木さん、大学生ですよ。お藤木さん、そりゃそうでしょ。どうなってんの、どうなってんの。東大行ったんだから、東大行ったんかな、わからんな、それも。藤木先輩、すごいよね。すごいよ。面白いのよ。いや、もう変わって変わってるんで、どう変わったのかね、楽しみにしといてくれたらね。そうそうそう、うん、これからだから、その気になってた方もいるんですよ。これからメンズ校どうなってたんやろ、うん、その2年後がもう放送されるとか。結構気になるな、そういうのって。そうなので、どうですか、見どころは。いや、もう11話で、あのめちゃ11話でめちゃくちゃいい、あの回だったじゃないですか。やっぱり最後とか特にね、すごいなんかこう青春してる男の子たちがね、うん、ありがとう、マキチから。ありがとう、マキチから。大事にしろよ、高野エリカ。ありがとうございました。よかったね。あれやな、あのセフィエは反応しましたから、うん、その2年後がどうなってるのか。そうね。なるほど。いや、まあ最終話でしょ、うん、ここ1話から見てくださってると思うんですけど、最終話肝心じゃないですか、うん、ぜひ見ていただきたい、ね、ちゃんとみんな見て締めくくっていただきたいですね、うん、はい、ここまで締めくくりになってますもんね。そうですね、うん、でこの変化も見てほしいよね。この2年後どうなったのか、うん、そうね、もう行くと結構そうなんですよ。あの襟足がね、うん、うわー、カブロー、襟足もこんな変化を見てる。襟足がほうきにないやねん、言うてやねん。おい、ここのっけ、なんでほうきにすんの。ほうきにないやねん。ほうきに使われる毛ぐらいあるよね。嫌やねん、これ。いや、もうね、なんか本当にこう、中身もそうですが、見た目もガラッと変わってる人らもそうそう、いるので、入れますよ。そこら辺もちょっとチェックしていただけたらなと思います。お願いします。最後に高橋さんいただいていいですか。お、いいですか、はい、うん、まあ、英語の勉強をちょっとしたいなと思います。はい、2年を英語で、Today's。ブギャーいやこれ最後だ、注意や、最後だ、注意や、注意や、しかもトゥデイズは今日やし、トゥデイズ全部違う、注意や。ということで、最終話放送でございます。ぜひともご覧ください。